があれば人結石、洋館に結石があれば洋館結石と言います。結石で痛みの問題になるのは洋館結石です。胆石は胆毛という場所にできるもので、尿路結石ではありません。尿路結石の頻度です。女性よりも男性に多く、過去に尿管結石で苦しんだ方の再発率も高いので注意が必要です。症状は背中の痛みで、左右のどちらかの痛みになります。背中の真ん中の痛みは整形外科の可能性があります。次に血尿です。結石が移動した際に血尿が出ることがあります。最後に膀胱炎の症状に似た頻尿や残尿感が出ることがあります。検査について、まず絶対に必要な検査は尿検査です。血尿がないか確認します。次にレントゲン検査を行い、結石の場所、結石の大きさを確認します。次に超音波で人結石や水腎症がないか確認します。CT で確認するのはレントゲンで尿酸結石など見えにくい結石をチェックします。結石の痛みで背中が痛いのは水腎症があるからです。水腎症とは腎臓で作られた尿の流れが結石で尿の通過障害が起き、腎臓の中に尿が溜まって腎が広がった状態のことを水腎症といい、腎内の尿が溜まりすぎて大圧が上がり腎臓に負担がかかります。その状態が腰の痛みになります。結石の治療方法です。自然に排斥することを期待して内服薬を使います。次に ESWL といい、体の外から衝撃波を当て結石を細かく破砕する方法です。TUL というのは結石を内視鏡で直接確認してレーザーで採石する方法です。 PNL とは産後上腎結石など比較的大きいもので、 ESWL での破砕が困難なものなど確実に結石を摘除する方法です。下の2つの治療は現在はホルミウムやグレーザーで採石をします。